は稲森さんが好きで、聖和塾の塾生でもあったんですけども、成功の秘訣っていうのは上位×能力×考え方なんですね。で、なぜこれ掛け算になってるかというと、上位っていうのはやる気があったりとか情の部分ですね、愛情があったり、俺は頑張るんだっていうのがやる気の上位ですね。で、能力っていうのはそこそこみんなお持ちなんですね。字が読める、書ける、ちょっとした計算ができる、これで能力が十分なんですね。次に考え方なんですが、この考え方で成功する、失敗する、ね、罪人を作るということもあると思うんですね。上位、すごいですね。彼たちのチームワークといいますか、結束力。次、能力。学歴もすごいですよね。ところがどうでしょう、考え方がマイナス的な考え方、悪い考え方は上位も能力も掛け算がゆえに全て結果としてマイナスになるんですね。その考え方をどのように考えるんだということを若い人と話することが多いです。上位もある、能力もあるんだよ。でも会社に対する考え方、組織に考えている考え方、あなた方の最高責任者である社長の考え方はこうだよ、それをどう、正しい間違ってるではなくて、あなたはどう考えますか、その考え方に同意する集まりでないと会社の成長はないんですよ、というような話を若い方々にします。いわゆる社長の仲間づくりを僕はしていく必要性は絶対あると思いますし、一人よがりの小割りの社長なんて絶対ナンセンスだと思ってますし、やっぱり神輿の上には乗らなきゃいけない、私ですので、やっぱり担ぎ方一つによって神輿はうまくバランスを取れて、ね、どこよりもいい神輿ができるわけで、やっぱり皆さんとの共同体っていうかな、そういった集団を尽くすために社員とか若い人たちにはそういう話をする機会が多いです。